はいどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、ヴィラ弓ヶ浜さんに来ております。後編でございます。前編は概要欄より、URL で、見ていただけたら嬉しいです。前編はドライブをして、ヴィラに入ってゆっくりしてるところから、後編はちょっと寝ちゃいまして、寝たり編集したりして、夜になりました。これからバーベキューをして、少しねこのコテージヴィラの雰囲気をぜひ皆様にお届けしたいと思っております。てい、もうすでにいい雰囲気が出てきてますね。ただ風が強い。聞こえますかこの音。やべえ。そして下の方に、あそこがね受付でバーになってるのかな。今日平日で、もしかしたら貸し切り状態かなこれ。すごくないっすかこの雰囲気。もうすごい雰囲気になっちゃいました。ジブリの世界ですよ。さすがに暗すぎて分かりづらいですけど、分かりますか？この雰囲気伝わらないかな。始まりましたバーベキュー。始まる前ですね、持ってきていただいたので、こちらが本日のディナーでございます。少なめです。昨日伊東で焼肉を食べたので、今日はステーキとアヒージョとパスタを食いながらゆっくりしようかなと思っております。いい感じになってきましたよ。そろそろつまみましょうかね。投入します。ちょっとこれもね間に合わないんで一緒に作りますわ。アヒージョいただきます。オトテロいきます。うん、うまい。安定ですね。安定の味。続いて定番のソーセージですね。いただきます。今日バーベキューソース買うの忘れたんですけど、うまい。このまんまでもバジルはね、うまい。はい、カニクリームパスタの完成です。ああ、これパスタ少なかったかな。全然まだいけるな。では青の洞窟のパスタ。あれキャンプとかでパスタは1回だけやったことあるけどね。いただきます。もうちょい塩っ気欲しいですね。マジックソルトをかけたらすごく美味しくなりました。完全に酒を忘れてました。もうむさぼり食ってました。いただきます。うめえ。ステーキも焼き始めました。1枚1000円のお肉ですね。焼き加減気をつけないと。いい感じですよ。ってこうやって動画撮ってる間にウェルダンになってしまう恐れが。果たして焼き加減はああ、いいんじゃない？あ、いいじゃん。これあとね、おのおので少し焼いていけばいいから。これさすがにやばいわ。あ、ちょっとさすがにやばいけど、これちょっと火通せば美味しいですね。はい、ではこのお肉をですね、100均で買ったマジックソルトにつけていただきます。超柔らかい、やばい、うまっ、本当に美味しい。今までのステーキ、キャンプとかで食べたステーキの中でもトップかもしれないこれ。はい、続いてわさび醤油でいただきます。もうなんかすでに美味しそうですよね。どれどれがうまい、うまい、うまい。今までこのソーセージですね、バーベキューにソーセージがかなりね美味しくてトップレベルに来てたんですけど、今日はね一番下かもしれない。それぐらい周りの料理が美味しい。あっという間に皆さんお腹が空いていたのか平らげてしまいまして、最後にねこの本当に美味しかったお肉が一切れだけ残りました。一体誰が食べるのかね、楽しみなところですね。おーっと、取られてゆく、焼かれてゆく。ごちそうさまでした。片付いちゃいましたね。もう一回受付のところ行きますかね。また来てしまいました。いやー、絶対いいよねここね。カップル、グループ、大人数とかね、ここで酒飲めたら最高じゃないこれ。すごいよ。今日はさすがにね人も少ないのでいないよね。いないですね。中がバーンになってるんですよね。うわー、マジかよこれ。いや、ほんとここの世界観好きです。意味もなくここにずっと座ってたい。トランプゲームしたい。お酒飲みたい。はい、部屋に戻ってきました。あとは風呂入っておのおの自由に過ごして、また部屋飲みしましょうかね。風呂気持ちかった。温泉並みに気持ちかったですよ。そして風呂上がり、久しぶりに、ジンジャーハイボール、カナダドライですけどね、いただきます。ハイボールと先ほどの余ったアヒージョ、おしゃれー。では、この自分の旅チャンネルをですね、みんなに強制的に見せつつ、お酒とつまみをいただきつつ、あとはゆっくり、飲みながら話しつつ寝たいと思います。おやすみなさーい。おはようございます。現在朝8時前ですね。天気いいなあ。朝風呂入って朝食の準備しますわ。お風呂気持ちよかった。ほんとこの時期のお風呂はね出れなくなりますね。そして朝食です。昨日作ったアヒージョがまだ少しだけ余っているので、そちらを食べて、あとコーンスープ、オレンジジュースですね。アヒージョすごすぎか。朝昼晩朝食うまかった。アヒージョがね味がさらに染みてうまかったですわ。コーヒーが飲めたらね、このテラスでコーヒーをクイクイしたいところですけどね、飲めないんでね、少し景色を眺めます。ではチェックアウトしますか。本当にいい時間でした。もうね、このコテージともお別れが名残惜しいですけどね、この後は昨日行けなかった弓ヶ浜に向かいます。はい、弓ヶ浜に到着しました。もうね、徒歩の距離で来れる場所なんですけど、言葉をなくしますね、この綺麗さ。海だ、海だ。冬の海はね、綺麗だからね。海、海。落ち着くし興奮する。だいぶはしゃいでしまいました。いやー楽しいね、海は。天気もいいし最高というわけで、今回のヴィラ弓ヶ浜編ですねはここで一旦終了とさせていただきます。どうでしたか？すごく良かったですよね。すごく良かったです。これでね、1泊6000円前後で泊まれますね。 GoTo でもっと安くなってますけど、オフシーズンは本当にいいと思います。ハイシーズンはおそらく結構若い人も多かったり混み合ったりしてると思うので、秋冬春とかがオフなのかな、この辺の静かな時期に来るのがいいのかなとは思います。この後は少し下田観光をしてから修善寺に行きたいと思っておりますので、そちらはまた概要欄 URL からご覧いただけたら嬉しいです。いやーほんとよかった。こうなんだろう、ほったらかし温泉のこう聖地感というか、そこと似た感じの雰囲気ありましたね。ではまた後編でお会いしましょう。バイバイ。これが噂のペリーロードですかね。すげえ。